ニュースから。37ヘクタールの公園を使ったオリエンテーリングで太陽系の広さを体験するイベントが開かれました。先週土曜日の夕方、北神戸田園スポーツ公園に集まった参加者はおよそ130人。体育館前に張り出した太陽を中心として水金地火木土天海の順に並ぶ惑星の図鑑カードを求めてチェックポイントを回ります。縮尺は100億分の1。太陽に最も近い彗星は6メートル足らずのところに。金星も木の陰に隠したってすぐに見つかります。地球までの距離はおよそ15メートルですが、100億分の1に縮めると私たちの住む星の直径はわずか 1.2 ミリになってしまいます。気持ちいい気候ですので、公園の良さを知りながら、太陽系の広さも感じていただきつつ楽しんでいただけれたらなと思います。イベントを企画した伊藤さんは、野球場の芝生で星空仲間たちと天体望遠鏡を組み立てていました。今までは天体望遠鏡での観望と、工作のようなワークショップをする感じだったんですけれども、今回はコロナの影響があって、ソーシャルディスタンスということで距離を取らないといけないというところで考えてオリエンテーリングを導入しました。こっちか。その頃、多くの参加者はまだ惑星を探索中。木星、土星までは簡単に見つかっても、天王星や海王星はその数倍も離れているのです。ありましたね。やっぱりあれなんかな、色と星のあれって近海上行くまでにだいぶ時間がかかる。すごい、よかった。はい、おめでとう。天体観望会はスタジアムの芝生を開放。時折雨がぱらつき雲の多い一日でしたが、太陽が沈むと南東の空に月が顔を出し、天体望遠鏡でその横に並ぶ土星と木星もしっかり見ることができました。何見れましたか今日は？月。どうでした？綺麗で、プレート見れてよかった。いや、面白いイベントですね。宇宙に興味のある子が太陽系の広さを体感したと思いますが、さあ、ラブリーズ持ってます。はい、実際にここにあって、めちゃめちゃこうね、いろんな後ろとかにもちょっとその星の特徴とか書いてたりして、例えば金星やったら平均の気温465度あるよとか、土星だったらこの輪っか、はい、いつかなくなってしまうよとか、そういう情報が書いてちょっと面白いですね。これがチェックポイントでね、図鑑カードもらえるということで、はい、はい、そして当日観察できた月の写真というのがこちらです。いいですね。これが撮れた写真か。はい、ね、真ん中の方にはクレーターもあって、それほど大きくないけどシャープでよく目立っているものだということです。秋はね、空が澄んでるっていうのもありますので、ちょっと上を向いてなんか星を眺めてみてはいかがでしょうかね。続いてはこちらです。神戸市兵庫区の運河で